こんばんは、広瀬優です。今回は、7月に優は、シンガポールに行ったんですけども、その時マリーナベイサンズに行きまして、そこで、お土産を買ってきたのでご紹介したいと思います。はい、どう？それは、じゃじゃーん。あ、これ。TWGT って皆さんご存知ですか？ですね、これが、そうですね、日本には自由が丘にあるんですけども、シンガポール発祥の、TWGT のお店なんですよ。で、そこの中ですごい何種類もの、もう何十種類もあるのかな。フレーバーの中で、ユウはこれに目がついてしまいまして、もうマリーナベイサンズの中にしかないんですよ、これ。空港では見つけられなかったです、これ。で、グリーンティーを買ってきたので今日は試飲したいと思います。そう、TWGT ってみんなご存知ですか？本当に。いやーねえ、これ見るとわかるんですけども、ほんといろんな種類がありまして、こんな、何？なんて書いてある？ シルバームーンティーとかね。ニューヨークブレイクファーストティーとか世界各店にも各お店にあるらしいです。 パッケージかわいい。 そうそうそう。で、そう、お土産にもね、すごい適してるので、シンガポール行った際はぜひ寄ってみてください。TWGT のお店。カフェもあって、そこで洋菓子と一緒にお茶の、お茶、お茶できるので、ぜひ行ってみてください。で、今日は試飲したいと思いまして、ここにご用意させていただきました。ででん。ちょっと待ってね。ででん。見える？ちょっとなんか、これ。ティーポット。飲んだ形跡があるけど。ちょっと中覗いてみると。ちょっと見える？ 汚い。 そう。で、この中にも、これ中見せた方が早いかもね。そうだね、中見せよう。こんな感じになってるんですよ。こんな感じ。じゃじゃん。ほら、なんかね、凝縮された都市のエネルギーをティーカップに閉じ込めました。この中らしいです。で、ほのかなザクロやストロベリーの風味に彩られた絹のように滑らかな上質な緑茶になってるそうです。飲むの超楽しみ。本当に匂いね、嗅いでみると、ストロベリーの香りがすっごい強いです、この中。ですね。ちょっと試飲したいと思います。ちょっと注ぐね。このね、ティーポットシリーズ、このセット、カジノの特典でもらったんですよ。カジノで、なんかこう、なんだっけ、ポイントね、たまったらね、もらえるってやつがやってて、その時ラッキーなことに。で、ポイントで
もらっちゃいました。マリーナベイサンズ限定のティーポットらしいので。ティーポット？ はい。じゃあちょっと試飲しまーす。楽しみ。では、マリーナベイサンズティーいただきます。おー、めっちゃ飲みやすーい。匂いもね、やっぱストロベリーの匂い、ストロベリーの匂いが本当に強いです。でも、和菓子に合いそうな感じの。ほっとする味ですね、これは。ああ、美味しかった。はい、至福なひとときですね、これはね。ぜひ、買って飲んでみてほしいです。まあ、こんな感じなんですけど。ちょっとみんなに、皆さんに、ちょっと紹介したくて、今日は、TWGT のご紹介でした。はい。じゃあ、終わります。バイバーイ。